うわ、取れた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 。トリーからヤッホー、 DIY リハム女子部のアイです。で、今日もこのお家にやってきたんですけれども、やることね、兄貴からも早速聞きたいと思いますので、お呼びしたいと思います。兄貴、はい、どうも、こんにちは、はい、どうもって、めっちゃあれですね、喋り慣れてきましたね。ちょっと慣れました。え、今日早速なんですけども、はい、何をするか教えてください。はい、今日は、はい、キッチンの上のスイート棚っていう部分ですね、はい、上の棚ですね、はいはい、を解体します。え、嘘やん。解体します。解体、はい、解体。もうちょっとね、もううずうずしてたんで、もう早速やっちゃいたいと思うんですけど、はい、行きましょうかね。行きましょう。よし、よろしくお願いします。お願いします。え、これですか。はい、これです。例のムツはこれですね。はい、これを取っていきます。見てよ、これピタッくっついてるじゃないですか。そうですね、これ ここがピタってくっついてて、え、どうやって剥がすんですか。剥がす剥がす、もう剥がす領域。どうやって外すんですか、これ。これね、結局こういうネジとかでこう上の方とか、こう壁に留めてとか、はい、こういうので留めてなんで、順番にネジを外していくと、はい、おそらくこそっと、あ、そういうこと、取れるかな。はあ、なるほどね。いや、ちょっと実は私の頭の中は、あの、これをこのペキっていくのかなと思ってぶっ壊す方で、ぶっ壊す。そう、あの、かい、あの、綺麗に解体する方ですね。あ、なるほどね、はいはいはい、よかったです。今のうち分かっといて。そうですね、危ない、家壊すとこでしたね。そうですね、はい。え、じゃあこれで、これってことあれですよね、インパクト使いますよね、多分。巻きたいきます。やっぱやっぱ逆回転ですね、逆回転。そうですね、逆回転で。もう早速やりたい。はい、はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。これ解体するにしても、どっから手つけたらいいかわからなくないですか。そうですね、どうしたらいい。まず、やりやすい、ちょっとずつばらしていくと、うん、一気にいくとこう重さもあるんで、はい、まずこの取れるものから取っていこうかな。まあ、この扉を外していきます。はい、これをまず取っていきます。なるほど、はい、これはこれはここのネジが止まってるだけなので、はいはいはい、はい、このネジを外したら扉が外れます。待ったです。いや、もう警戒爽快やばいですよね。で、はい、これを先に外しちゃうと、はい、扉こうグラグラになっちゃうんで、グラグラ、ちょっとこれは一歩だけ残しといて、頭いい、上を先に。あ、どういうことですね。はい、取るっていう。大晦日の解体ですよ、これ。そうですね。綺麗に。綺麗に解体しますね。なるほど。こんな感じで。大晦日って。これがこうやって。ごそっと。わあ。取れますね。大晦日。おお。静かに解体できるもんですね。そうですね、おごそかですね。こっちちょっと私もおごそかにやってみたいです。はい、こっちお願いします。いや、これね、意外とこうブワーってこう差し込む時とかって、はいはい、なんか結構こう勢いでいくじゃないですか、はいはい、だからゴドゴドっていけるけど、解体する時とかってこのなんかこの指先のこの微調整が必要だけども、グッていかないといけんから、めちゃくちゃ意外と難しい。意外と難しい。あとはここと下から外した方がいいですかね。下から外して、はい、下から外して、よいしょ、あ、やべやばい、この音、うわ、だからやばい、嫌な音するよな。ああ、お腹へこんだへこんだ、ちょっと待って、浮いてきたんですかね。なんか、いや、なんか浮いなんかね、へこんだ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 けど、あ、処刑、お、あ、これね、でも多分大丈夫なはず、はい、よし、あ、不穏な音、やばい、
手元震える。あ、え、なにこれ震え。え、これをもういけるやつ、はい、よっしゃ兄貴 OK 言ったから私いきますよ。あ、来た。おーしょー。いや、なんかおごそかに外せました。結構プルプルするとかいろいろ大阪っぽくない時ありましたけど。終わりよければ全てよし。あ、よしよし。取れましたからね。おごそかにね。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ他の扉もここからどん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 外していく感じですね。ですね。外しましょうかね。はい。はい。ここまではね、多分行くんですよ、みんな。こっから先ですよ。こっからですね。うん、どう行くんですか、こっから先は。こっからは、ここの箱と、ここの箱と、ちっちゃいのと、はい、3つに分かれてるんで、確かに。1個ずつ取っていきます。1個ずつ取って、行くにしても、どうしたらいいかが分かる。だって、ここなんか、電気っぽいのあるし、そうですね。なんかもう、魔のゾーンですよ、これとか。そう。え、こういうのは絶対難しい。難しいよ。この一番小さいのでやってみます。はい、見たい見たい。これどう、これ外せんのみたいな。でこういうプラスチックのがあるついてるんですか。で、うん、結構これでネジを隠してるんですよね。え、そんな構造。えー、えー、取れた。嘘。こういう感じで、取れるん。ここに止まってるネジを外すとごそっと。へー、あ、そういうネジありますね、ちっちゃいのが。そういうことするよね。この角度難しいですよ。いいですね。こっち側を取ってもいいし、この奥のこっちですね。これを取ってもどっちでも。いずれかを。はい、大丈夫です。いやー、すごいな。そっち向き攻めるってやんなきゃやばいですね。ちょっと難しい方でいい。難しいですよ、これ。確かに。あとこのこれですね、壁、このこっちとこう連結させてるんですね。あ、それも外します。この角度も難しい。いや、こんなにこう静かに取れるのってないですよ。ほら、すごいことですよ、これは。そうですね、ゴーゴーって言わないですね。そう、あ、言いましたね。いい振りになってしまった。そういうことありますよね。そういうことありますね。これで、え、いくんですか、もう。一応はネジは外れたんで、多分取れるはずなんですけど、はい、あ、カコカコ言ってる、カコカコ言ってる。おーおーおー、カコカコ言ってる。スポンスポン言ってますね。うん。ちょっとが。探してる。外れる。おー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 。ちょっと待って、今ちょっと動揺しちゃった。すげえ。え、外れる。なんか配線出てきた、配線出てきた。配線出てきた。配線が出てきたですね。こういう場合はもうちょっと切ります。すげえ。しかも綺麗に取れるんだ。そう。傷ついてないのかな。ですね。うん。絶対私やったらベッキベキに壊しますよ。うん。やめてね。じゃあこっちも同じように外して。こっちも同じように。これは、いや、これな、意外と技術いりますよ。そうですね。うん。そう。これすごいな。うわ、ここね、これあのカバーですね。結構ペラペラ。あ、あららら。うん、触ってみて。まあ、結構。あ、本当や。結構ペラペラ。ペラペラ。案外単純な感じ。あ、ほん、あ、もうなんかね、ほんと添えるだけ。添えるだけや。カバーなんですね、これは。カバー、ね。完全にカバー。
え、ちょっとこれむずいな。棚は多分普通に取れるんですよ。それは大丈夫ですか。ぶっ壊し要素全然おぼそかじゃない。めっちゃむずいこれ、はい、なんかおかしくないこの体勢体勢移していいですか。すごいっすよこれ今むずあーこれむずいよ本当に。うわーこれ難しいですね。なんであんなおぼそかにできるんですか。おぼそかすぎ。壁でいきます。いや、言われたんですよ、ひろこに。できないことはできるようになるまで頑張りなさいって。あ、わかった。これあれや、あの押し付けながら、はい、あの逆回転した方がやりやすい。お、来た。おお。めちゃくちゃうまいこと。いやもう下は任せてくださいよ。急に。下はホームです。もうホームやホーム。どうちょっと待って、いけるじゃん。抜けんじゃないですか。来た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 。おー、意外と短い。あー、うわ、取れた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 。なんか言うの、取れた。うわうわあ、もう下も一気に。この状態で。はい。横にスライド。スライドすね。嘘。あ、スライドかけた。あ、そっか、その線、うん、トランプや。これを全然気持ちよくない。これだい、全然気持ちよくない。引っかかってる。嘘や。行け、引っ込め引っ込め。カメラマンで切りましょうか、これ。切ります。切りますね、これ。これどっちも切ります。はい、はい、あ、いいよ、いいよ。ひもトラップや。うわぁ、トラップや。はぁ、おぉ、取れましたね。たなって取れる。あ、そっかそっか、危ない。これが引っかかってたんですね。どれが、あぁ、こいつめもうトラップだらけ。声出しすぎて声かからない。じゃあラストこの左側取ってですね。ラストです。いきますか、また。すごい、これでじゃあもうここの解体は、はい、あとちょっとした備品を取れば、取れば完了ですね。はい。ここに貼り続けてるのかな。え、これ砂糖、塩、小麦粉がなんでずっとここにいるかなっていう。お気に入りなんかもしれないし。なんかちょっと思いません。そうですね。ちゃんと砂糖、塩、小麦粉、多分これ汁ないですけど胡椒ですよね。ああ、そうだね。そうですね。なんで真相は兄貴しかわかりません。いや、棚取れました。いや、完了完了ですね。完了ですね。取れました。棚って取れるんですね。取れますね。いや、やばいですよ。もう今日の感想はおごそか、おごそか。綺麗に取れましたもんね。綺麗に取れたし、あのやっぱ思ったのはこの棚の取り方の工程とかはもう OK なんですけども、やっぱりネジを抜く時の厳かな手さばき、兄貴のやばいっすね。あれ本当難しい、本当、難しいです。あれニューニューニューっていくのがドアっていくじゃん、うんうんうん、それがもう素晴らしいですよ、うん、すごいですよ、はい、綺麗に取れました。綺麗に取れました。これ、この取った後はまた棚をつけるんですよね。そうですね、うんうんうん、楽しみです。楽しみですね。キッチンおしゃれにしたい人いっぱいいると思うから、うん、そうですね、うん、
楽しみですね。はい、なんかまあもともとついてた棚がよくある家庭にあるようなこの上棚やと思うんで、なのでちょっとこういう感じでそこの上だけ外してするだけでもだいぶ印象が変わるんで。確かに、まあね、外したはいいがこっから先だからね、ちょっとね棚作る系ですよね、はい、うわー楽しみだな一旦解体編はこれにて閉店。あすげえ、もう合わせれる合わせてくれるようになりました。いやいや、なんかすごい急にやっちゃったけどすいませんはい、ということで今日は解体だったんですけども、めちゃくちゃね解体の仕方だったりとか、あと大阪な手さばきとかたくさん見れたと思いますので本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということでこの動画がいいなと思いましたら高評価のグッドボタンありがとうございます。そして下チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。兄貴のチャンネルにも遊びに行ってくださいね。よろしくお願いします。お願いします。ではあの本当にいつも応援してくださってありがとうございます。また次回動画でお会いしていきましょう。それではまたね。あ、この間実はね、はい、あのマラソンしてたら、はい、ずっこけたんですよ膝ずるむけになって膝つくのちょっと今痛いなって今思っちゃって以上、はい、言葉あれですけどクソガキみたいな膝小僧やってしまってるんですか。やってしまってる。